皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ゼラ、ニル、実況始めます。熱帯の再生に取り組んだ前回。本当にマップ変わると全然やり方まで変わるのな。再生に使用する施設やギミックが全く違ってましたね。さて現在全体の進捗度は 28%。やっと4分の1超えたとこなのね。これまでに再生した2つのエリアそれぞれの進捗度は6割弱。結構頑張ったけどまだまだそんなもんなのよね。特に動物さんの発見に少々手こずっている状況ですね。見つける条件がわかんないとなかなか厳しいのよね。さてオンは、熱帯の2つのエリアで自然の再生を進めてきましたが、今回はまた新たなエリアで自然の再生に取り組みます。それがこちら、極地のエリアですね。エリアが変わればバイオームや気候特性、そして生息する動物さんの種類も変わります。今回はどんなマップになるのかしらね。早速移動しましょう。では始めましょう。ガイドブックによると極地での再生はこれまでとかなり勝手が違うようです。なんか風力タービンは使えないみたいですね。初手から全然変わってんのな。代わりにまた別の施設が用意されているようですね。最初のステップとして使用するのがこちら地震発生装置。人工地震により周囲を掘削してマグマを噴出するようですね。重いクソ環境破壊なのはロタ。では一つ設置してみましょう。範囲内に間欠泉が含まれる場所に設置すればマグマが噴出するようですね。おお、ボルケーノ、マグマが川になって流れてるのよ。今までのマップだと水流してたけどこのマップは溶岩流すのね。溶岩の流れた周囲は地表の氷も溶けているようですね。極地のマップはかなりの低温なので土壌の浄化と緑化の前に、まずは地表の氷を溶かす必要があるようです。でも川から距離離れた場所の氷はどう溶かせばええのん。そこで登場するのがこちら地熱発電所。溶岩に設置するだけで周囲の土壌の氷を溶かしてくれます。発電所なので当然周囲の施設に電力を供給。おまけに風力タービンより範囲も広い優れもの。じゃあまずは氷を溶かしてくのが最初のお仕事なのね。サクサク進めていきましょう。地熱発電所の設置で大気に熱が放出され、最初マイナス10度だった気温も徐々に上昇、そして大地が氷点下を脱却したその時。おお、一気に雪解けしてくのよ。溶岩から離れた場所をどうやって溶かしていくのかちょっと悩んでいたのですが、気温が上がれば全ての地表が雪解けするようになっていたんですね。気温とかの条件でマップ全体が変わるってのは初めてなのよ。これで第一段階は完了ですね。今回も多くの気候特性が用意されていますので、こちらもなるべく多く達成するよう心がけましょう。じゃあ次は土壌の浄化と緑化のお仕事なのよ。こちらは今までのマップと同じですので同様にサクサク進めていきましょう。土壌の浄化と緑化はこんなところですね。ほんと完全に川がマグマに置き換わってるマップなのね。緑と赤のコントラストがちょっと新鮮。海の浄化が思ったほど進みませんでした。マグマが河口まで流れず発電所が置けなかったんですよね。ちょっち今回はマップに恵まれなかったかもしれないのよ。まあ必要なだけの面積は確保できました。では次の段階に進みましょう。バイオームの生成です。
このマップで生成するバイオームはツンドラ、地類、モジョ、そして針葉樹林の4種類です。今回もガラリと違ったバイオームなのね。まずはツンドラの生成から着手。ツンドラは木の上にこのバイオドームを設置して生成しますが、標高が高く湿度が低い環境でしか育たないようです。場所が限られるなら先にそっちから済ませた方がいいわな。では設置しましょう。おう、ツンドラ。なんですそれ。まあいいですけどね。まだ必要な面積には足りないようです。さらにバイオドームを代わりしていきましょう。これでツンドラの必要面積確保。意外に楽ちんだったのな。お次は地類。こちらの溶岩ヒートシンクを設置すると溶岩が冷やされ岩場を形成するようです。そいつが苔むして地類の出来上がりって寸法なのね。あれ、苔生えてこないじゃん。みたいですね。地類の面積も増えていないようです。まだなんか足んないのかしら。岩場の面積を増やすことでアンロックできる施設があるようです。とりあえず岩場を増やして様子を見てみましょう。新しい施設がアンロックされましたね。藻類培養室。こちらを使って岩場に地類を生成するようです。なるへそ、こいつを使えばいいってことなのね。では地類の生成を進めましょう。そして地類の生成を進めていたさなか、またマップに大きな変化が現れました。溶岩流が岩場で覆われたことで気温が下がり、雲発生装置の設置で湿度が上がったことで降雪が開始、気温の低下により海の一部が氷に覆われ、浄化できていなかった海面まで浄化が広がりました。いいね。そして浄化が進んだことでマップ全体の毒素が下がり、オーロラが発現。おう、オーロラ。ええやん、いや綺麗なのな。このマップ本当に条件によってコロコロ表情が変わるのね。では地類の生成に戻りましょう。地味もっと風情というものを楽しみたまへよ。地類の生成を完了。次は模状の生成ですね。模状の生成は熱帯マップでのサンゴ礁の生成とほぼ同じです。藻類研究室の近くにモノレール結節点を設置します。さらに結節点を模状の育成予定地まで延伸して、藻類研究室から育成した藻類をモノレールで透過することで模状を生成します。では模状の育成を進めましょう。模状の生成を完了。最後は針葉樹林ですね。森ならあれやん、ボーボー燃やせばええんやろ。ちょろいわ。実はそう簡単じゃないんですよね。なんですと？この極地マップでは火入れできる部分がかなり限られていまして、今の状態ではツンドラにしか火入れすることができません。マジかよ。当然火入れした分だけツンドラの面積は減ります。ツンドラの面積を確保しつつ針葉樹林を生成するのがちょっと難しいところですね。まあなんとかやってみましょう。せやな。4種のバイオームについて必要な面積を確保。
これでこのマップの再生は完了です。意外になんとかなるもんなのな。ツンドラの面積が足りなければ別の手段もあったんですけど使うまでもありませんでしたね。じゃあまた全回収のお時間なのね。このマップでは熱帯マップ同様にモノレールを使用して施設を回収します。一度経験済みですからこちらもサクサク進めていきましょう。回収率が 98% に到達。そろそろ動物さんたちのお時間ね。動物観測所を設置。それでは観測を始めましょう。最初の動物さんは地衣類や植物を探す草食動物。雪と地衣類が含まれる場所を探せばいいようですね。この辺りなんか良さそうです。最初の動物さんはヘラジカでした。おお、ヘラジカ。今回そればっかですね。お次の動物さんは森をねぐらとしてツンドラ上空を舞う猛禽類。白フクロウでした。おお、猛禽類。3番目の動物さんは雪に紛れ、ツンドラを徘徊する肉食動物。北極ギツネでした。キツネさんおらにゃん。一応発見扱いにはなってるんですけどね。シャイなのかな。4番目の動物さんは冷たい海や氷の下を泳ぐ長い牙を持ったクジラ。残念ながら発見には至りませんでした。これも条件全部は分かんなかったのよね。動画外で再挑戦ですね。5番目の動物さんは氷の上で暮らす飛べない鳥。ペンギンでした。かわいい。そういう反応でいいんやで。最後の動物さんは海に隣接した雪深い土地を縄張りとした大型肉食獣。北極グマでした。しかし北極グマさんも姿は見当たらず。残念。全6種類のうち5種類の動物さんを発見、条件達成です。それでは残る全ての施設を回収。回収率 100%、この地を去る時がやってきました。今回もいい仕事できたのよ。ご主人様はクールに去るぜ。極地マップの進捗度は 66%、全体の進捗は 45% となりました。今までのマップでは一番いい成績なのよ。気候特性は全て達成して動物さんも1種類除いて全部発見しましたからね。ちょっとずつこのお仕事にも慣れてきた雰囲気。そして新たなエリア、大陸が解放されました。次のお仕事はここね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。